呃、弁委員長がですね、その自衛隊は今あ,あるからいいのではという発言を紹介をされました。で、この点についてあの、イギリスはあの、マグナカルタというですね、成分憲法がありません。またあの、正教な軍隊が存在をして国際法の中で当然のこととして権利、権限を行使をされているという状況のある中で、えー、この弁委員長はあの、日本の憲法9条で 軍の不保持も書か,かれ、また、公選権も戦力も保持されないということを知っておられないので、な、ま、ぜ、あ、かということで思われたわけでありますので、まあ、そのような背景の中で出た質問であるということをあのご理解をいただきたいと思います。またあの、このような海外からあのこういった疑問が出た場合も、あのしっかりと答えるためにもですね、私はあの自衛隊が憲法の中にきちんと明文された方がいいというふうに感じたわけでございます。はいはい、次に